こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。第64回、本日取り上げるゲームはこちら。プレイステーションソフト、聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナ。それではまず簡単にゲームの紹介をいたします。様々な新システムが導入された、聖剣伝説シリーズの外伝的タイトル。はじめは、主人公の家以外は何もない世界から、ゲームはスタートします。イベントをこなすことによって獲得できる、過去の記憶が封じられた、不思議な力を秘めた工芸品、アーティファクトをマップに配置することで、そこに街やダンジョンなどが現れ、出現したロケーションでイベントが発生し、各イベントに挑むことで、新たなアーティファクトを獲得し、また別のロケーションを出現させ、イベントに遭遇するというのが、本作の基本的なゲームの流れになります。本作のコンセプトは、自由度とカスタマイズ。一定の道筋はあるものの、決まったゲームの進め方はなく、好きな武器を選び、好きな順番で、ショートストーリー風の各種イベントに挑み、戦闘などで獲得できる原料を使って、装備品を作ったり、強化したりといった具合に、プレイヤーが能動的になればなるほど、そこには多種多様なやり込み要素や、遊び方の多様性が広がっていきます。緻密なドット絵で描かれた、温かみのある世界観。当時、本作の絵本の世界を体現したようなアートワークは、海外の数多くのプレスレビューで称賛されたそうです。音楽を手掛けたのは、以前スト2の回で、様々なエピソードを紹介させていただいた下村陽子さん。世界観に見事にマッチした BGM の数々が、ゲーム作品における、いわばぬくもりとして、彩り豊かな感情をゲームプレイにもたらしてくれます。ファンタジー作品の音楽に携わるのが、下村さんの長年の夢だったそうです。本作でその夢が叶い、その実現された夢は、たくさんの思いを乗せて、今も多くのファンの心に息づいています。当時のテレビ CM はこちら。確実に、自分だけの世界を描いていく。聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナ。それでは続きまして、ゆっくりの、聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナー、1分間、物語序盤のあらすじ解説。主人公が眠りの中で見ていた夢。それは、神々しい大樹と、マナの木の呼びかける声。900年前の戦争によって、マナの木は焼け落ち、その力は、人の思念を込めた工芸品、アーティファクトに封じられました。そのアーティファクトを、知恵ある者たちが奪い合い、数百年にわたって戦乱の時代が続きました。時は流れ、マナの力が弱まるとともに、徐々に争いは静まり、やがて世界に平和が訪れました。しかし、長きにわたる戦乱によって、人々は心に傷を残し、愛を求めることを恐れ、愛の化身であるマナの木は、人々の記憶から忘れ去られてしまいました。マナの女神は訴えかけます。私を思い出してください。私を求めてください。夢から覚めた主人公は、マイホームを出て、マナの女神が創造した大地、ファディールと呼ばれる世界へと、足を踏み出そうとしています。1999年7月15日発売。販売開発はスクウェア。販売本数は、約82万本を記録しました。ちなみに、同年に発売された主なソフトは、FF8、サイレントヒル、サガフロンティア2、エースコンバット3、東京魔人学園剣風町、俺の屍を越えて行け、ペルソナ2積み、バイオハザード3、クロノクロス、フロントミッション3などです。また、この翌年の2000年には、プレイステーション2の発売が控えていました。続きまして、皆さんから寄せられた、リクエスト作品を紹介するコーナーです。ゲームやわは、皆さんから寄せられたリクエストをもとに、取り上げるゲームを決めています。取り上げてほしいゲームを、ぜひ Twitter や動画コメントでお寄せください。ルドラの秘宝。時空の覇者サガ3などを手掛けた、スクウェアの大阪開発部による、スーファミ後期のロールプレイングゲーム。4000年周期で、それまで栄えていた種族が滅び、また別の種族が栄えるといったサイクルを繰り返している世界。本作は、その4000年周期を目前に、あと16日で、人間が滅びることになるという状況でスタートします。
戦闘はシンプルなサイドビューによるターン制ですが、言霊システムという言葉に宿る精霊の力を呪文として用いることができるのが大きな特徴の一つです。3人の主人公の各シナリオを好きな順番でプレイでき、それぞれの視点から人間に残された日々の物語を描いた非常にユニークな RPG とのことです。今年に入ってリクエストが増えてきた作品の一つです。取り上げてほしいと思われる方はぜひコメントを寄せください。シャドウハーツ。第一次大戦前から第二次大戦前の時代の中国やヨーロッパを舞台とした RPG。 フュージョンという特殊な能力を持つ主人公が不思議な声に導かれ、養父を殺された少女アリスを守ることになるというストーリーです。フュージョンとは、倒した魔物の魂と融合し、その力を自分の得意能力として使うことができるもので、魂と融合することで、その姿形も変化していきます。本作の戦闘は、ジャッジメントリングというシステムで、時計のように、円盤状を回転する針をタイミングよく目押しして、針を止めた場所に応じて、与えられるダメージなどが変化します。取り上げるべしと思われる方は、ぜひご意見を寄せください。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。こんばんは。よろしくお願いいたします。今回も3つのテーマに分けてお話しいたします。それでは最初のテーマはこちら。テーマ1、居心地のいい世界。本作は、抽象的なオープニングムービーと、やや漠然としたニュアンスのナレーションからスタートします。そして、主人公が眠りから覚め、当面は何も語らないサボテンに疑問を抱きつつ、外にいるクサビトから意味深な言葉を聞くことに。この時点で、多くのプレイヤーは、幾ばくかの戸惑いを覚える中、いい意味で、この作品は、普通のゲームとは、根本的に何かが違うと感じるのではないかと思います。男女二人から選択できる主人公は、印象的な風貌ではあるものの、自ら言葉を発することはなく、基本的には没個性的に描かれています。また興味深いことに、本作の主人公には冒険をするに至る動機というものが明確には付帯されていません。ゲームが始まって最初に訪れるドミナの街、まるで不思議の国のアリスを彷彿とさせるような不思議な世界と風変わりなキャラクターたち。ゲーム最序盤、メキブの洞窟で玉ねぎ剣士のブエルから本作における戦いの説明を受けることになります。その際、難しくてよくわからないを選択した際のブエルのセリフ。好きなように楽しんでごらん。何もしなきゃ何も起きないし、何かやってや何か起きる。一見突き放されているようにも聞こえますが、この言葉こそが本作の本質を表していることを後に私は実感することになりました。本作ディレクター、石井光一さんのお話によると、この作品では、3D 全盛の時代に、あえて 2D 風のイラストチックな表現にすることで、昔のファンタジー絵本のような世界観を構築したかったのだそうです。水彩画や色鉛筆で描いたような、味わい深くて温かみのあるビジュアル。そして、その温かみのある世界観と見事に調和した、下村さんによる BGM。はじめこそは、狐につままれたような気持ちで、不思議な人々に出会い、不思議なイベントを進めていましたが、次第に、本作の世界に対し、ある種の居心地の良さを感じるようになっていました。本作の各ロケーションに存在するキャラクターたちは、いずれも、単なる情報を伝えるだけのメッセンジャーではなく、それぞれに明確な個性が付随しています。しょっちゅう行方がわからなくなる真珠姫と、いつも彼女を探し回っているルリ。自分が話したことを忘れて暴言を吐き、すぐにそれを思い出して、自分を嫌わないでほしいと謝るワッツ。主人公の行く手を遮ろうとするも、全く役に立っていない、魔法学校の過信者の生徒たち。ワニ皮を1万ルクで買い取りたいと話すアナグマと、ワニ皮を500ルクで売ってくれると話すアナグマ。これはお金を増やす大チャンスと思い、500ルクでワニ皮を買ってみたところ、1万ルクで買い取りたいと言っていたはずの、アナグマの気が変わったと言われてしまいます。これには怒るどころか、むしろ見事な切り返しとユーモアであると、大いに感心させられました。本作の各キャラクターは、個性的なデザインはもちろんのこと、癖
徴にも各自特徴が設けられ、例えば、海賊ペンギンといえば、常に群れているのに団結力がないといった具合に、親しみやすく、わかりやすい個性が、それぞれに付随しているため、一人一人がとても印象に残りやすくなっていると思います。各イベントを通じて、登場する一人一人のキャラクターに、いわばスポットライトが当てられ、徐々にその人となりを知るにつれ、この世界に生きる人々の多くは、愛すべき存在であることを認識するようになります。それは取りも直さず、作り手の方々が、それぞれのキャラクターを、愛情を持って、大切に描いているからではないかと思います。また、発生するイベントの多くは、誰かからの頼み事で、中には、どうして自分がやらなきゃいけないのかと、苦笑を禁じ得ないものも多いのですが、イベント開始時には、多くの場合、引き受けるかどうかの選択肢が示され、プレイヤーの意思の下で行われるようになっています。裏を返せば、やりたくないことは、やらなくてもいいですし、イベントをこなす順番も、プレイヤーに委ねられています。そして、それぞれのイベントは、意外性を伴う、ユーモアで締めくくられるものも多いと思います。魔法使いのカボチャの大群が、街の人々を、皆殺しにしようとしているというので、何かと思って急いで行ってみたら、まるで、ハロウィンパーティーみたいな、おかしな子供たちの悪ノリだった挙句、しまいには弟子にしてくれと懇願される始末。天空の星が落ち、地上のまちまちを破壊し尽くすなどと、散々不穏なことを口にしておきながら、結局はただの花火だったなど、気持ちがほっこりするようなイベントも多く、世界そのものに対する愛着が、次第に湧き上がってきます。戸惑いの連続の先にあった、ずっとこの世界にいたいなという気持ちと、この世界そのものや、そこに生きる人々のことを、もっと深く知りたいと思う気持ちです。ランドシステムによって、少しずつ世界が形作られる中、あえて没個性的に描かれた主人公に、プレイヤー自身の思いが投影され、これは自分自身の体験であるという実感の中、やがて、この世界に生きる人々に接する楽しみが、心の中で育まれていることを感じました。そうなってくると、むしろ自分から進んで、もっといろいろなイベントをこなし、いろんな人物に出会ってみたいと思うようになり、おのずとこの不思議な世界に引き込まれ、ゲームにのめり込むことになりました。それは、世界観を織りなす要素、ビジュアル、BGM、キャラクターの個性が、絶妙なバランスの下で、見事に調和しているからです。各イベントは、もちろん戦いがメインですが、アナグマを覚えてランプを売りつけるなど、ユーモア溢れるイベントも随所に盛り込まれています。石井浩一さんは、本作のコンセプトについて、次のように話していました。自分たちが遊びたいゲームを考えたとき、箱庭の中に、いくつか道具を入れておいて、それを自由に組み合わせて楽しめるようなものを思い浮かべた。本作では、戦闘中に、魔法やアイテムによる回復手段はなく、時間経過によって、自然回復するというシステムをとっています。その理由について、本作でバトルプランを務めた高井博士さんは、回復の手段をあれこれ講じるよりも、敵の攻撃をかわして、敵からのダメージを受けずに戦う方法を、探って欲しかったというニュアンスのことを語っていました。つまり、回復の手段がプレイヤーに与えられていれば、特にボスとの戦いにおいては、回復アイテムの所持数や、回復魔法を唱えるための残りの MP によって、勝敗が左右されるケースが多くなりますが、回復手段がなければ、敵の攻撃をいかにして避けるかなどの、アクション性や、戦略性といった部分に、必然的に目が向くようになるというわけです。そこで、より大きな意味を持ってくるのが、アビリティシステムです。受けるダメージを最小限として、戦闘を有利に運ぶためには、おのずとアビリティを駆使することになり、プレイヤーの中で、戦い方にも自然と工夫が生じ、アビリティによって、戦闘時のアドバンテージを実感する中で、それを使えば使うほど、また別のアビリティを覚えるといった具合に、ゲーム的な喜びもどんどん上積みされることになります。これは、11種類の武器にも同じことが言えます。一つの武器を使っているうちに、新しい必殺技を覚え、やはりそこには、ゲーム的な楽しみが蓄積されていきます。さらに、戦いに敗れても、その場でコンティニューができる仕様になっているため、その都度、武器を変えてみる、アビリティを変えてみるなど、いろいろなことを試しやすくなっています。再び高井博士さんのコメント。
このゲームは、いつの間にか楽しくなるゲームなので、じっくり遊んでみてください。じっくり遊んでいれば、いつの間にか戦闘が楽しくなり、いつの間にか世界に居心地の良さを感じるようになって、いつの間にかそこに生きる人々が大好きになれるゲーム。箱庭の中に用意された、たくさんの遊び道具。おもちゃ箱を前に、目を輝かせる子供のように、箱の中からどの道具を取り出すかは、まさにプレイヤー次第です。何も強制はされていませんし、それは言うなれば、自由な中における、遊び方の提案とも言うべきものです。やり込み要素もふんだんに設けられ、周回プレイをした方も、きっと多いのではないかと思います。そしてそこには、ずっとこの世界で過ごしていたい、何度でもこの世界を訪れたいと思わせてくれる、温かい魅力が根底にありました。好きなように楽しんでごらん。何もしなきゃ何も起きないし、何かやってや何かが起きる。前編の考察は以上になります。ありがとうございました。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編では、本作の物語の根底にあるテーマ、世界観が広がるゲーム性について、さらにお話しする予定です。後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。失礼します。